で、これもね、結構地味に便利なんだよ。はい、どうもこんばんは、カズチャンネルのカズでございますと。こちらですね、もう1週間ちょいぐらい経つのかな。はい、それでですね、この、Nexus 5X っていうか、Android がね、まあ、すごい便利だなと思ったいいところ、ほんで悪いところかな。もうそちら紹介していきたいなと思います。では早速、本日も行ってみましょう。まずですね、前ちょっとお話ししたんですけども、指紋認証のこの1、これ最高だわ。これしかもね、カチッと押すタイプじゃなくて、ただ当てるだけだからね、それがいいんだよな。いくぜ、ぽい。わかりにくいよな。せーの、ぽい。イェイ、イェイ。はい、そんでやっぱ Android と言ったらウィジェットでございますね。まあ全然入れてないんだけどさ、今現在はね。もう一個左に行くとね、ペッてやるだけで、はい、これ Google Now ですかね。カレンダーの情報とか見て、今日スケジュールがあったらね、ここにペンと入るんだけど、何も予定ないんだよな、俺。そんでね、ちょっと不便だなーって感じたのが、最初デフォルトだとね、ここパーセント表示がないんだね、バッテリーのね。ほんでこれがさ、結構わかりにくくてさ、普通設定にあると思うじゃん。ないんだよ、これ。これペット押して、このふにゅふにゅ。これをですね、長押しすると、歯車がね、くるくるくるって回り、ほら、なんか今回ってたでしょ？もうこれ設定しちゃったんだけどさ。はい、このシステム UI 調整ツールっていうのが出てくるんですよ。これポイッと押すと、はい、こちらの方でですね、電池の割合を表示するとかっていうのをできるわけ。すると、これここに、パーセンテージが出るようになるってわけでございます。そんで他いいのはね、やっぱね、Android と言ったら、ランチャーだよ。例えばね、これ。ちょっとこれとかいいよ。ほら、変わっちゃった。はい、これですね。Windows 風ランチャーでございます。これもね、いろいろ調整することができるからね、こういうやつがいらなかったらね、チェンジアプリケーションみたいな感じで、他のやつに変更したり、他もなんかほら、動作がね、下のところが違ってきたりなんかするわけでございますね。ほんでなんかこれ違うなーって時は今戻しまして、次はね、こっちの、これも人気のランチャーだよね。はい、これはね、なんか使用頻度の高いやつがペペペーと出てくるやつだったっけな。なんかね、ほんといろんなね、おしゃれなランチャーがあるから、デザインとかね、自分だけの画面を持ちたいっていう方にはですね、すごい人気なんだとは思います。ちょっと戻しましょう。よし、帰ってきた。元のやつ帰ってきた。そんで全体的にはですね、私、すごいこれ、いいです。ただね、やっぱり、もうこれ分かってたことなんですけども、お財布携帯がね、対応してないのがやっぱな、やっぱ残念だよな。やっぱこれにな、エディとか、スイカが入ってるわけ。だからこれ一個持ち歩くだけで、何でもできるのにさ、iPhone は仕方ないけど、Android なのになんでお前ねえんだっていう思いが少しございます。はい、とまあ、こんな感じだったんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、Android のね、携帯としては、すごく私はいいかとは思います。あ、ほんでね、まあ、何よりもいいかなっていうのは、まあ、SIM フリーっていうことだよね。今現在、こちらにはですね、格安 SIM を入れて、3GB 月々980円で運用してるような感じでございます。だから年間でね、通信費が、1万2000円ぐらいしかかからない感じだよね。また日本国内のものであれば、本当にね、設定もすごい簡単にできるので、もしですね、この iPhone じゃなくてもいいっていう場合には、まあ SIM フリースマホですね、おすすめかもしれません。あ、最後に充電早いのめっちゃいいわ。バッテリー持ちがなんか悪いとかっていうコメントもあるけど、1週間でだいたい2日か3日に1回ぐらいしか充電しないからね、特別悪いっていうことはないかと思います。まあただそれはね、バチバチ触ったらほら 2,3 時間で結構バッテリー消費はするので、そこはね、人それぞれでございましたと。以上、こんなところでですね、Nexus 5X 使ってみて、良かったとこ、そして悪かったとこのまとめでございました。